はい藤井です、えー、本日アップスーモにてニューマラス AI が登場しましたこのニューマラス AI というアプリは何なのかというとエクセルや Google スプレッドシート上でチャット GPT を使って大幅な作業時間を省略することができるというようなアプリなんですねで実際にこれを使うことで Google スプレッドシート上にあるたくさんの情報データというのを一気に処理することができます例えば何か文章を 作成したりとかこの項目をもとに何か文章を書いてくださいとか、えー、この項目を日本語に翻訳してくださいとかっていう、まあ、こういった文章作成や計算であったりあらゆる作業をですね、えー、効率化することができるのがニューマラス AI なんですねで実際に今回、えー、どういうふうに使うのかというところを一つお見せしようと思うんですけども例えば今回ですね、えー、じゃこのイントロダクションという項目があるんですが 右に1つさらに挿入してこの項目を翻訳してみたいと思います翻訳をしてみますね通常の場合例えばこういった文章をコピーして、えー、何か翻訳サービス上で貼り付けてそ生成された翻訳された文章をまたコピーしてこちらに貼り付けるみたいなこれをですね1つ2つだったらいいんですけど、まあ、100行やるってなると結構大変ですよね 面倒くさい作業だと思うんですよですが、今回、実際に使っていくんですが、こちら。まずは、拡張機能という項目から、ニューマラス AI、サイドバーを表示という項目を押すと、右にですね、サイドバーが表示されます。で、この中でいろんなフォーミュラ、まあ、いわゆるテンプレートが用意されてるんですね。いろんな文章を書いたり作ったり、えー、文章を、リライト書き直したり翻訳したり、 文章から感情分析したりとかいろんなことができるんですが今回は単純にこの文章を翻訳してみたいと思います、えー、このトランスレートというところを押しますねまず、えー、翻訳したい文章がある場所を指定します、えー、今回 D にあるので D を指定しますね、えー、英語から日本語ジャパニーズですねこのように指定してボタンを押しますそうするとこちらの えー、項目を自動的にに日本語に翻訳ししてくれましたこんな感じですね。でこちらをそのまま掴んで下に進めていくと自動的にこんな感じで翻訳をしてくれます。このニューマラス AI を使うことでスプレッドシートやエクセル上にあるデータを一気に 処理して文章を生成したりとか翻訳したりっていう作業を効率化することができるんですねで今回は翻訳だったんですけどもいろんな文章を作ったりとかってことも可能です今回サンプルとしてシートを用意しました Google スプレッドシートですね今回の想定としては 自分が講座をやっていて、その講座を受講した生徒からの感想が届いたということを想定して使ってみたいと思います。で、まずこちらはですね、山中雄大さん、河、えー、村美代子さん、こんな感じで人,人の名前が入ってますね。生徒の名前と。そして生徒の感想ということで、ここに羅列しています。で、この各感想に対して、まずは返信文を作ってみましょうか。こちらですね、えー、こちら返信文のこの項目に、イコール AI と記入していただいて、 あとは、こんな感じで作ってみました。英語で指示を出してるんですが、日本語でも指示を出すことができます。書いてある内容というのは、えー、生徒からのフィードバックに対して、ネイティブな日本語で返信文を書いてくださいということを指示しています。で、えー、この B2 というのがこちらですね、感想、そして A2 というのがこの人の名前ということを指示しています。で、これで Enter ボタンを押すと、自動的にこの B2、A2 の内容を読み取って、 えー、返信文を作成ししてくれまますちょょっと読んでみましょうか、えー、この感想に対してこんにちは数学の初心者講座を受講してくださりありがとうございます私たちの授業役だったと聞いてとても嬉しいですというふうにこんな感じで、えー、感想を自動的に作成することができましたで一度感想を作ったらこのまま下に進めていくと自動的にこの各、えー、生徒からのフィードバックに対する返信文を作成することができますはいこんな感じですね えー、川村さんからの感想に対して、えー、こういった先生側の返信っていうのを作ることができてますねはいちょっとこちら真ん中今読み込み中なんですがはいこんな感じで作れましたご意見ありがとうございますと、えー、そして、えー、こちらの大島さんの感想は少しネガティブ気味の感想ですね私の受講した講座は経済学だったけど最初簡単そうだったけど実際に難しく理解できなかったってことを感想として書かれていますこれに対して返信文としても えー、経済学の学習が難しく理解できなかったとのこと残念ですもしもう一度チャレンジする機会があればより簡潔で分かりやすい解説を心がけたいと思いますっていうような、まあ、こういった返信を自動的に作ることはできましたねだから生徒からの返信に対しても自動的にサクッともう作ることはできてしまうということなんですで他にもちょっとやってみましょうか、えー、じゃあ他にも返信文を作るだけでなくて例えば この各生徒が受講した講座のカテゴリーっていうのを出してみたいと思います。その際にですね、右をご覧ください。こちらで、えー、各、えー、フォーミュラであるとかテンプレートっていうのが用意されてるわけですね。今回で、こちらを押しますと、こちらですね。で、ここで、まず、えー、学習カテゴリー。 学習カテゴリーと、まあ、どんな情報を収集するのかってことで学習カテゴリーと入力しました。で、どこから収集するのかっていうことですが、えー、感想、まあ、生徒からの感想をもとに学習カテゴリーを取得しています。で、このどこにその感想があるのかってことで B にあるので B を指定します。はい、こちらですね。B にあるので。であとはこちらえ、ボタンを押すと、この D2 の部分に。 学習カテゴリーが出力されます、はい、出力力さされれまますはいしたね、えー、この感想から、えー、受講した、この生徒が受講した講座は、数学初心者講座だとで。これも下に進めていくと、各生徒が受講した講座のカテゴリーが、このように、えー、自動的に表示されました。どうですかね、全部正解ですね、合ってます。はい、であとはですね、えー、こちら、受講者の感情ということで、えー、出してみたいと思うんですけど、 えー、各生徒が感想を書いてくれましたよね。この感想を書いてくれたんですけど、おおむね、まあ、良かったという感想をいただいている中で、この大島さんは、えー、経済学の講座を受講したけど、よくわかんなかったという、ちょっとネガティブ気味な感情を抱いていると。こういったことを感情分析できるのかってことをやってみたいと思います。こちらですね、えー、感情分析の項目がありますので、こちらをクリックします。で、こちら、えー、感想。 感感想から感情を分析するとということで、そのカラムはこの B にあるということで、えー、B を指定します。で、ここでどんな感情ということで、例えばあるいは否定的こんな感じで作ってみました。B の項目から感想を抽出してそこで感情を分析してください。その感情は肯定的か否定的かで分類をしてくださいってことを指定してます。あとはボタンを押すとこちらの項目にですね、セルにですね、 えー、感情がこのように出てきますこの感想を読み取ってあ肯定的な感想だなとでこれも下にす、えー、伸ばしていくと、えー、各生徒の、えー、感想に対してその生徒の感想が肯定的かあるいは否定的かっていうことが自動的に出されますでこちらの感想は、えー、ちょっと否定的ですよね この否定的かどうかを読み取れるかどうかちょっと見てみたいと思います。今読み込み中ですね。えー、否定的な感想に対してどのように分類されるのか。はい、出ました。否定的ということで。まあ、しっかりと感想の、えー、感情を読み取ってくれていますよね。さらにこちら、スコアという項目がありますが、このスコアというのも作ることができます。これどういうことかっていうと、こちらの、えー、フォーミュラあ、失礼、こちらですね、えー。フォーミュラを作るという項目があります。でこちらでですね、例えば、もし、 E2 E2 ののがが肯定定的的であればば1もし、e、の環状が否定的ならば0ということを書いてますこのままボタンを押しますねそうするとこの状態でフォーミュラを自動的に作成してくれますちょっと見てみましょうか少し時間かかりますねはい、えー、生成されましたねでは実際に挿入してみたいと思いますこちらのところに、えー、セルに挿入というところを押すと今生成したこのフォーミュラが挿入されましたはい1と入力されてますね もし E2 の感情が肯定的であれば1もし E2 の感情が否定的ならば0と指示してますので肯定的で1と出てますねこれも下にやって進めていくとこんな感じでこの E からですね感情を分析した上で1か0かを出力していますこのような形でスコアというのもできてますねでつまりこのフォーミュラを作ることができるとだから Google スプレッドシートや Excel に えーまあ、慣れていないな場合ででも自由にフォーミュラを作るることはできるときだからこの Google スプレッドシートのフォーミュラを今まで覚えるために四苦八していたと思うんですが、えー、これらを覚えることなく自動的に作ることはできるということですねいかがでしょうかこのようにですね Google スプレッドシート上であらゆる文章作成であったりとかカテゴリー化であるとか感情分析やスコア化などなど 他にもいろんな作業というのを自動化することが可能です。で、これ本当に自分のアイデア次第ですね。普段の日常業務の中でこういった作業を自動化させたいとか、こういった業務をですね、もっと効率化できないかっていうことはほとんど効率化できるはずですので、ぜひですね、今回お試しいただきたいと思います。ということで、こんな感じでやってみました。で、通常このニューマラス AI の料金プランとしては、 通常月額、年額と2つあるんですけども、1年間使う場合ですね、一番安いプランでも年間100ドルかかりますね、年間100ドルかかります。つまり2年目も3年目も毎年100ドルを支払う必要があるんですが、今回ですね、アップススモに登場したこちらのニューマラス AI のオファーにおいては、 49ドル1回払うだけけでで生涯使い続けることが可能ですどういうことかっていうと通常の場合は毎年100ドルを支払わなくちゃいけない2年目も100ドル3年目も100ドルと払わなくちゃいけないのがこちらですね1回49ドルを支払うと今後追加費用なしで ニューマラス AI を使い続けることができますそして、毎月、えー、1500トークンを受け取れますので、毎月新しく文章を作り続けることができるということですね。なので、こちらのニューマラス AI というのは、非常に期間限定ではあるんですけども、たった49ドル、73%オフで入手できるチャンスですので、えー、そのぜひこの機会を使って、えー、入手していただければなと思います。 本当にいろんなことができますよ例えばチャット GPT で何か文章を作成したいとかあるいはこういった翻訳サービスを使って手打ちで文章を翻訳してこれをコピペしてとかっていうこういう作業も一切なくなります Google スプレッドシート上で全ての情報データを処理することはできるので効率化して文章を作成したいとか処理したいという方にはですねぜひこの機会に試していただきたいと思いますでちなみにですね今回こちら NumerousAI がアップスモで販売されているんですけども60日間 返金保証が用意されてますのでつまりほぼ2ヶ月間リスクなしで試すことが可能です。ぜひですね、この機会に試してみてください。非常にお得なオファーだと思います。こちらのニューマラス AI は日本でも多くの方が使い方や料金などを調べていることからも分かるとおり非常に注目されているアプリですね。実際にニューマラス AI の使い方を解説した記事であったりとか動画も アップロードされていることからもわかる通り日本でも多くの方が使っていますユーザーインターフェースはこのように英語なんですけども特に直感的に使用することはできますので安心をしてご利用いただきたいと思いますということで今回簡単なニューマラス AI についての紹介でしたぜひこの機会に入手してみてくださいでは失礼いたします